お、いらっしゃい。僕と寝ましょうよ。まだ明日の準備がとかなんとか、そんなことより僕と寝ましょうよ。君だってもう眠いでしょう。いつもお疲れ。おやすみ、おやすみ。電気消して。今宵もお布団にお邪魔します。させていただきます。羊が一匹に、羊が二匹、君と数えたその先に夢を見る。地球は回る、僕らを乗せて、まるでゆりかごみたいだね。安心しておやすみ、ダーリン。お嬢ちゃん、結構酔っ払ってるね。大丈夫？って、人のこと言えねえか。かー、仕事中のビールはうまい！なんちゃって。にしてもあれね、女の子が一人で屋台来るなんて珍しいね。この辺暗いんだから気をつけなきゃダメだよ。変な男に襲われたらどうすんの？え？変な男なら目の前にいる？その通り、おじさん変な男界のキングオブキングスだからって。なんでやねん。うわはあ、ごめんごめん、おじさんもう年だからさ、あちこちガタが来てんのよ。いやー参ったね。あ、あんだって。ごめん、よく聞こえなかったからもう一回言ってくれる？おじさんは、とっても若くてワンダホー？セクシーで、ダンディーで、男の中の男？ちょっと、褒めても何も出ないよ。はい、サービス。手前味噌でなんだけど、うちの大根美味しいよ。味が染みてて、ホクホクじゅわーって。ああ、そういえば、味が染みてることは、どっかの方言で、味が旬んでるって言うよね。ああ、なになに、どうしたの？元気ないじゃん。ああね、そういうことあるよね。おじさんも若い頃はいろいろあってさ。でもね、やっぱそういうのも生きてるからこそなんだよね。大丈夫大丈夫、生きてたらなんとかなるから。ああ、そうそう、おじさんのバイブルのさ、少女漫画にね、悔しかったら不幸になっちゃダメってセリフがあってね。おじさんめっちゃリスペクトしてんの。それにさ、幸福になるのは難しいけど、せめて不幸にならない、それだけならなんとなくできそうだなって。てなわけで、本日2度目のサービス、頑張ってる女の子におじさんからのご褒美です。あ、さっきの傷跡？ああ、あれね、盲腸って。お、眠くなった？いいよいいよ、ゆっくり寝な。明日も大変かもしんないけど、俺はいつだってお嬢ちゃんの味方だよ。